ファン必見ナンバーアンダーライン愛の裏側を大公開ここでしか聞けないトークも「ハッシュタグナンバーアンダーライン愛ア,アンダーライン WithMUSICWithMUSICFROM7」午後0時 JST ナンバーアンダーライン愛の魅力を徹底解説唯一無二の世界観に迫る今回は提供していただいたツイートとナンバーアンダーライン愛の情報をもとにファンとのつながりを感じられるような温かい文章を目指します 夜7時。いつものようにスマホを手に取る。ツイッターを開けば、もうすでに TL はハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインウィズ m USIC 一色だ。お知らせありがとうございます。リアタイ待機中、そんなコメントが溢れ返っていて、私と同じように、この時間を待ち焦がれていた人たちの熱気が画面越しに伝わってくる。そう、今日は、ナンバーアンダーラインアイの配信日。 毎週この時間が来るのが本当に楽しみで、まるで待ち合わせのようにワクワクしながら過ごしている。ナンバーアンダーライン愛は、単なる音楽番組とは違う。メンバーの素顔が見え隠れするトークや、ここでしか見られない貴重なパフォーマンス、そして何よりもファンとの距離の近さが魅力だ。番組が始まる前からツイッターには、ハッシュタグ isinzm のハッシュタグとともに、ファンからのメッセージや期待のコメントが殺到する。 時にはリアルタイムでファンからの質問に答えてくれることもあり、まるでメンバーと1対1で会話しているような、そんな錯覚さえ覚える瞬間があるのだ。今回のテーマは、INZM。MV とはまた違う、ハイパー INZM が見られるとあって、ファンからの期待値は最高潮に達している。ツイートからも、楽しみすぎて心臓が痛いもうすでに泣きそう、そんな声が聞こえてきそうだ。番組が始まると、 スタジオの熱気は画面を通してこちらまで伝わってくる。メンバーのパフォーマンスは力強くも繊細で一瞬たりとも目が離せない。彼らの音楽に対する情熱、そしてファンへの愛情が歌声やダンスの端々にまで表現されていて胸が熱くなる。トークコーナーではリラックスした表情を見せるメンバーの姿が印象的だ。音楽活動の裏側やプライベートなエピソードなど ここでしか聞けない話が満載で、まるで友人との会話を楽しんでいるかのような気持ちになる。番組の最後には、次回の予告とともに、恒例のハッシュタグの発表がある。ファンからの、毎回新しいタグありがとうございます。i l、e、y s みんなで盛り上げようスパークって嬉しくなります。という感謝の言葉からも、ナンバーアンダーライン愛がファンにとって、いかに大切な場所であるかが伝わってくる。 ナンバーアンダーライン愛の魅力は、そのアットホームな雰囲気と、双方向のコミュニケーションにあると言えるだろう。ファンとアーティストの垣根を越えた、温かいつながりを感じられる場所。それが、ナンバーアンダーライン愛であり、私たちファンが、ナンバーアンダーライン愛を愛してやまない理由なのではないだろうか。時計を見ると、もう夜の9時。番組はあっという間に終わってしまったけれど、心は温かい興奮で満たされている。 ツイッターを開けば、番組の感想や興奮冷めやらぬコメントであふれ返っている。私もその輪に加わり、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインウィズ MUSIC、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーライン INZM のハッシュタグとともに、感謝と興奮の気持ちをツイートする。また来週も、この場所で、彼らと、そしてファンのみんなとつながれる。そう思うと、今から待ち遠しい。 ファンたちがその夜、期待に胸を膨らませ、ついにナンバーアンダーライン愛の登場を待ち焦がれていた。音楽の魔力がこれから広がるという興奮が、SNS 上で熱烈なコメントとして次々と投稿され、その盛り上がりは瞬く間に拡散された。楽しみです。リアタイ待機中お知らせありがとうございます、といったメッセージが、ファン同士の交流を一層活発にしていく。ナンバーアンダーライン愛という存在は、 単なるアーティストの枠を超え、一つのコミュニティを形成している。その中核には、彼らのパフォーマンスに込められたエネルギーや、視聴者に与える感動がある。そして、その夜も、彼らが舞台に立つ瞬間が待ち遠しく、ファンの期待感は高まるばかりだった。毎回放送前に新しいタグありがとうございます。みんなで盛り上げよう、といった声からもわかるように、 ファンたちは単に視聴者としてパフォーマンスを楽しむだけでなく、SNS 上でコミュニケーションをとることで自分たちの存在感を感じる。この双方向的なつながりが、ナンバーアンダーライン愛の魅力をさらに強化している。彼らの音楽を楽しむだけではなく、ファン同士がタグをシェアしたり、リアルタイムで感想を投稿したりすることで、ファンコミュニティ全体が一体感を持つ。その一体感がさらに興奮を引き立て、 音楽が持つ力を一層大きくしているのだその夜の放送は特別なものでファンにとっても忘れられない瞬間となった。ナンバーアンダーライン愛はただ単に音楽を披露するのではなくその一瞬一瞬をファンと共有し一緒に作り上げていくスタイルが特徴的だ。この姿勢はファンにとって彼らをより身近な存在に感じさせると同時により深いつながりを生み出している。 彼らのパフォーマンスに対する期待はただの主張ではなく一緒に体験するものとなりその瞬間に立ち会うことが特別な意味を持つ。また彼らの音楽そのものにも強いメッセージ性が込められている。単なるエンターテインメントを超えてナンバーアンダーライン愛は音楽を通して世界観を共有しファンに考えるきっかけを与えている。現代社会における様々な問題や 人々が抱える感情の複雑さを、彼らの楽曲は繊細に、そして力強く表現している。特に、ハイパー INZM と呼ばれる独自のスタイルは、視覚的なインパクトとともに、リスナーの心に強く響くメッセージを届ける。ファンはその深いメッセージに共感し、彼らの音楽をただ、聞くだけでなく、感じるものとして捉えている。この感情の共有が、 ファンとアーティストの間に一種の信頼関係を生み出し、長期的なファンベースを築く要因となっている。SNS 上でのリアルタイムの反応が、それをさらに強化し、共感の輪が広がっていく。放送が始まると、ファンは一斉に画面に集中し、心待ちにしていたパフォーマンスが繰り広げられた。その瞬間、すべてのファンが一つになり、同じ時間を共有している感覚に包まれた。 ライブパフォーマンスとは異なり、テレビやオンライン放送では物理的な距離があるにもかかわらず、ファンはその距離を感じさせないほどの一体感を持つことができた。これは、彼らが音楽に込めたメッセージとエネルギーが、視覚や聴覚を超えて、心の奥深くにまで届いている証拠である。そして、ファンたちはこの瞬間が単なるエンターテインメント以上のものであることを感じ取っていた。彼らは音楽を通して、 自分自身や周りの世界について新たな視点を得たり、何かに挑戦する勇気をもらったりしている。ナンバーアンダーライン愛の音楽がもたらすインスピレーションは、単なる楽曲の枠を超え、日常生活にも影響を与えるほどの力を持っている。それはファン一人一人が抱く個人的な物語や体験と結びつき、共感を呼び起こす。そして、その共感が次第にファンの間で共有され、 より大きなコミュニティへと発展していくこのようなつながりがナンンバーアンダーアダライン愛とファンの間で築かれているのは彼らが音楽だけでなくファンとのコミュニケーションを大切にしているからこそである。ファンが積極的に参加しリアルタイムで応援メッセージを送り合う文化が出来上がっているのは彼らがファンとの距離を縮めより親しみやすい存在であろうとしている証拠だ。彼らは自らの音楽活動を通じて ファンに対する感謝の気持ちを常に表し続けており、その姿勢がファンの支持をより一層強化している。こうした双方向的なコミュニケーションは、現代のエンターテインメント業界においてますます重要視されるようになってきている。SNS の普及により、アーティストとファンが直接対話する機会が増え、以前よりも親密な関係を築くことが可能になっている。ナンバーアンダーライン愛のように、ファンと共に成長し、 ファンがアーティストの成功の一部であると感じられるような関係を築くことは、長期的なファンベースを維持するための重要な要素となっている。さらに、彼らのパフォーマンスには常に新しい要素が加わり、ファンを飽きさせない工夫が凝らされている。MV とは違うハイパー i n z m と言われるように、ライブごとに異なるアプローチや演出が取り入れられ、視聴者に常に新鮮な驚きを提供している。これにより、 ファンは次のパフォーマンスに対する期待感を常に抱き続けることができ、彼らの活動を追いかける喜びが増していく。このように、ナンバーアンダーラインアイは音楽を通じて、単なるエンターテインメントを超えた深い体験を提供し、ファンとの絆を強化し続けている。彼らの成功は、音楽そのものだけでなく、ファンとの密接な関係性や、共感を生み出す力に支えられている。そしてその夜、 彼らのパフォーマンスが終わった後も、ファンたちはその余韻に浸りながら、次のパフォーマンスを待ち望んでいた。